おはようございました。ハニーズ TV。 いやマジマだったんこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。久々だ。あ、どうも。おはよう、みんな。おはようございました。デーモンです。おはようございます。あ、新人のアイちゃんです。ウェーイ。いや、今日はね、新人を売り込みに来ました。デーモン、死んでたの？あれ生きてたっていや、俺はずっと出てなかっただけで生きとったんだけどな。あれおかしいな。毎週出てた気がするけど。レアン、どこの地獄から？俺か俺はね、地獄ってよりも天国かな。天使部類だと思って。何ですか知らん。ほら、モザイクないって言われたから。ある今、モザイク。そう、新人です。アイちゃんです。モザイクない言うてんのに、もうね、新人の愛ちゃん出てきたよ。ね、韓国語混ざってきたよ。モザイクネタ多すぎね、愛ちゃん。毎回モザイクだね。モザイクないってば。あ、モザイクだよ。はいよ、モザイク。おはよう。ん？何？アヒトレオン君の顔はよく見えるけど、デモはモザイク。よし。愛ちゃん。誰でしょう。誰かね、誰かしらね、知ってる人だと思う、多分。そう、大体ね、大体もうこの呼び名で呼んでくる人、大体知ってる人だよ。あ、わかった。なんとなくわかった。全員ブスやん。全員ブスってことでよくない？誰だよ。でも早く外してもらっていいかな。まだある？まだあるよ。そうやん。ちょっと髪の具合が。そこ？ないね、きっと。きっとないよ。知識増えた。何の知識？いや、でも本当でも何もなかったからね。知識なくはないよ。何こっちで見てんの？やばい子が現れたよ。映ってる言うに。何にしよう。あ、どんな感じかな。ちょっと痩せたかも。初見さんいらっしゃい。スイキャスカテ。スイキャスカテ。初見。ちょっと待って、ちょっと待って、やったことないから。知らんから、それだまず。じゃあ、そんなデモまで。3、3、2、2、1。やるよ。ほんまそれ本家見たことないねんと。これ割とガチよ、これ。ウケる。グラサン似合いそうだってって思うよ。俺グラサン似合わんから。どっちかっていうとつけっぱなの方が似合いそうだよね。あ、日帰りのやつ。そうしたことないな。まだしたことないな、それ俺。これはないよ。30分ってことは何人見てるとか出てます？今ね、乗ってない。そこら辺に乗るん。これ乗るん。乗る。今んとこね、3500人。え？3000人も見てるの？うん、今3500人見とる。なんでそんなんいいんですか？今、勢いがないみたいな。すげえ。勢いがないみたいな。愛くんニコ生だと静かだな、だって。まあ初めてやからね、そんなもんね。静かだな。そんなもんよ、初めてやから。見に来たよって誰だろうね。誰かが見に来たよ。誰だろうね。誰を見に来たんですか？レオン、テリオン、クイズ。テヨンって何だっけ？ん？今さ、レオン好きなのかを。そう出たがりちゃうねん、出させられてんねん俺。わかる、このイケメンが見たかった。うざ。彼もイケメンはいないよ。イケメンはいないないない。誰一人でねえからね。今日はネタ枠。そうね。まあ俺が出てる時点でネタだからね。もう俺も出てる時点でネタだからね。二人で生よ、人間。あ、でもナンパしないで。忘れてきたんですけど、ちょっと。何よ。誰か分かったわ。誰か分かったわ。忘れてたんですけど。ダメですね。何を言ってるの。何が？これ誰か分かるだろうな。何が？俺111番しないでニコ生してるのね。うん、俺分かったよ。見てんのかマジ。誰？え？分かった？うん。これ。多分これ。ああ。何これ？ママの。ほ
俺には分からん。110何番っすか。111。ゆいとく見たかった。もうゆいとく好きだねみんな。シュー出たな。ゆいとく大好きだねみんな本当に。全員ナイキンさんか。違うね。知らんしな足。ありがとう。もう俺をちゃんと褒めてくれる人はどんどんねコメント返してくるかな。今日はミキ久々にこのネタ見たわ俺。先週あったよミキ。先週あったよ本当に。ミキってレオン黒くなった。何肌がってこと。腹がピンクなんか面白い。右って言われたってさ、右でしょ。でも俺なの。あっちから見て右は多分お前だよ。あ？でも君だよ。なんで？左側やなそれ。映ってるのは。おみくさんも今日はおらん。うん。見てみます。あれほらレオン。面白いことやっとけってやばいでしょ。何面白いことって。リクエストとして言ってみ。知らんけど。君かなんか食べてるの何の話？それも知らんねえ。お餅。本人に聞けし。お餅が似合いそうだからお餅。何が？ん？飯おみくさん。なんで餅なの？なんかさ、前やった時に、なんかやっとった。お餅ネタ、みくさんが。あんま？そう。わかったよ、もう。わかったよ、もう。どんだけ、どんだけ右遅いんよ。やめてくれ。首輪つけてへんしな。誰が？俺。犬の首輪つけてんの？つけてんの？あ、それじゃない。首輪ではなくなった。首輪ではないよ。これ、この前は、どんなんだったの？ん？記憶ないんだよね。ね、酔っとったみんな。いや全然飲んでないと思う。なんだったっけ。すごい。ポカリが消えてる。青映んないんだっけそれか。青映んないの。確か映んなかった確か。なんかないかな。あ重いな。本当だ。でしょ。俺が持ってるのじゃあ何かわからんじゃん。そうそう。ザワザワ吸いな。俺冷えれるじゃん。あ、モザイク入ってる。いやいや、どっちだったらこっちでしょ、モザイク。モザイク。あ、これみんなわかんないんだ、何使ってるか。誰の足かわかんない。写しはないもんね、だって。ざわざわざ。あ、写ってしまった。写ってしまった、恥ずかしい。似合う。いや、さっきは見えとったからバレたけど、今は分からん。今はね、今はちゃんとしてる。あ、ダメ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 。これ秘密兵器なんで。ステッチ乗ってそれ。ん？ステッチ？これ多分あれじゃない？サリーの足じゃない？何サリーって？絶対ステッチ。何サリーって？何サリーって？サリー知らないの？じゃあこんな足になったら俺もうどうしようもできんけどね。ああ、サッカー。デーモンが似合うじゃん、こういう系の足。つけても分からへんから。あ、ね、分からん。モザイクにすんのしたから、ね、モザイク代わりにデイモンの前にね、こうやってね、はい、何も見えんけどね。どうですか皆さん、モザイクかけましたよ。バレた。意味ないやん。すぐバラす。何人ですか。すぐモンスターズインク。そう、綺麗に消えるよ。え、知らないの本当に。ローンそれでもモザイクじゃん。外してモザイクって言われてんじゃん。ナウマジナウで地球のこと何も知りません。逆に宇宙も知らんけどね。言っちゃえば。ナウじゃないっつうの。わかんない人多いから、モザイクネタ絶対に。大概わからんと思うよ。いやー、久々のニコ生すぎて何していいかわからんわ。先週だからもう。デーモンはチンコが2個あります。ないね。LINE 返してあげた。何の話？全然わかんない。あれ俺の話？うん、うん、見えてるよ。見てるよって言ったよ、ライン。何？ちょっと何？あれ？何が？もしかして何？何が？イチャイチャしてる今。してない。やめてね。そういうのは後でして。レモンはバイトリーダー。バイトリーダー。レモンとうとうバイトなの俺。役職もらっといてね。もうニコ生バイト代でいいけどさ。ニコ生出るのは。レモンは画面越しはもうだけね。マクドのバイトにいそうデーモンだって。やる、こんなやつさ、ハンバーガーでさ、渡されたら絶対やるでしょ。なんかごめん、前はコメント拾ってくれたのにガチ闇な子がいる、ごめん。知らねえ。生でもないって何やねん。放送禁止みたいな。
でも放送禁止でしょ。放送禁止でしょ。え違った。えなんか最終回の時確かモザイク2人で最終回だっけ。あれあれ最終回だった気がする。最終回みんな出てどうもありがとうございました的な感じの時に、うん、モザイクだったよ2人とも。そうやったっけ。アミナと2人で、うん、あ最終回だっけ。あれえ違ったっけ。わかんない。年末一発目だったっけ。多分一発目かな。多分ちょ一発目だと思う。あれ年末一発目かね。うんね年明けね。はい、年末一発目って、うん、バカ日本人じゃないよ。バカ発動はい俺が失敗するときだけやっと嬉しそうじゃん。それは嬉しいよ。うざもう放送事故だったねって。まあ事故でしかないよ。何アイちゃん何緊張する。いやまあ喋ってるからいいよ。じゃあ喋って。じゃあ黙ろう。じゃあちょっと黙ろう。でもそれはやめましょう。いやなんかちょいちょい振ってくる。いつ喋るのみたいな。はい、新人を紹介しよう。したやん、紹介最初に。何を知りたい逆に。一旦終了したの、お前のやつ。ん一旦前のやつ終了したの。ほら、復活する前っしょ。あ、そういうことか。それはね、なんでなっけ。俺も理由わからんかった。レモンとアミナがモザイクだよ。んああ、あの時ね。ん真ん中は日本語。そんな攻めんで攻めんであげて。そうそう初めてなんだから。そうね。デモンが顔出したからでしょあげようかこれ。あれ俺のマスク。俺のマスクは俺のマスクは今日は何がいるかな。なんでハニソンに入ると思ったの。いいねそれ。いいね。なんでアイちゃんハニソンにしようとしたの。なんでなんでかって言うと、まあ皆さんね優しくて、なんかやばいやばい、こういうのはカンペだと思われる、優しくて。でも何でも見てる、完全ね多分そこに多分ね、映ってる多分カンペが全然 VI、VI って書いてあるよ。ああお前は今日臭くない。 VI はもう匂くない。まだ VI 作る。え VI 作るの今日。何を VI はいつ作るの。早く呼んで。やばいよ。まだ起きてるか知らんけど。分かった。愛は今日無理やり連れてこられたな。いや違うんだ。それは違うよ。全然違う。ねね。なんか。まあまあちょっと初めて。まあちょびっとは今日落としたけど。まあでもそれって今ここで言うことじゃないじゃん。だから今日は。ゆいとくんイケメンで優しいからでしょ。ああもうこのコメントした人分かったわ。すぐ分かる。すぐ分かる。するでそのコメントは。だいたいすぐ分かるコメントの仕方で。まあね。でもそい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 って。なんだっけそれ。多分忘れてんだけどね。ざわざわしだすよまた。またざわざわ。誰ですかざわざわ。大事。荒らされてるっすよ。長いね。ざわざわ。うんなし。ただ埋まるやんこの人。まともなコメントちょうだい。それな。じゃあなんかさ、まともに喋ってくれる人来たら。あれだね。じゃあ議題作ろう。議題じゃねえよ。なんか。お題ね。お題。お題。お題決めよう。めっちゃ俺に喋らし、喋ら。これだから絶対。じゃあハニソのいいところをみんなで一個ずつ言っていこう。そしたら絶対一個は絶対出てくる。やばいね、ナイキンさん。ナイキンさん。うん、やばいね。今の子え、全然いいよね、そういうのもね。やっぱね。やばくない。えそういうとこ行く。そういうとこ。今最初デーモンナイキンだったのか。そっからか。じゃあ、そんなデーモンから行こう。なるほど。だから、お題は、カニソのいいところ。ええところなんだろうね。それは多分、見てる人たちも、なんか、来やすくなるじゃん。店に、なんか、ここはいいお店だな、みたいな。それ、女の子店にってこと。まあ、そんな感じで、CM 明けにちゃんと答えます。じゃあ、CM どうぞ。Thank you.
ま。じゃあそんなデーモン言うよ。そんなデーモンが言うよ。言わなあかんのこれ。言うよ。みんな期待してるよ。あかんの。取ったらダメって言うより取れない。あ、たらいませんよ、よかった。まさかの、なんか。あの、上の方に。じゃあそんな俺からで行こうか。じゃあやつでしょ。うん。何そのいいところは、まあね、やっぱね、従業員同士仲いいけど。ガチなやつじゃん。そうよ。今日は売り出すね。お店を売り出そうかな。よ、はい。いいよ。いいとこはね、ね、あと、まあ、とりあえずね、女の子がいい感じにね、笑ってくれるよね。こうつまんないねって言いながらも笑ってくれると仲がいいな、とりあえず。そうですね。そう。まあ真面目はここまでじゃん。ここからどんどん面白くなっていくから。真面目、普通、やばいやつよ。っていう流れで。いけばいいじゃん。なんか、オチみたいな。オチはデーモン。知るか俺、はい、ちゃん。とりあえず俺はグイグイする。ホストってみんなグイグイすればいいから。いいとこ。なんかグイすればいいと思って。毎日ご飯連れて行ってくれる。あーまあ普通だね。でもなんか東京の人って、うん、結構なんかそんな仲良さそうに。ほんまに？の中で。なんか表だけやけどなんか。ハニーって、うん、なんかまあやばい、ガチなやつがもう一匹現れよったわ、ね、結構ね、みんなそう、そんな感じだよね、でも、うん、いいよいいよ、どんどんアイちゃん喋って、うん、喋っていいよ、なんだどんどんアイちゃん喋って、行こう行こうからのテキーラ綺麗ないね、テキーラあるよ、ないかあるんすかいらんよ今日月置いてる、うん、じゃあ、アイちゃんもちょっとだけ喋ってくれたから、あとは任せよ、落ちよ、デーモンが332211。わし？わしはね、なんだろうね、まあ、C って言うんなら真面目かC って言うんならよ、ほんとに真面目か、まあ、C って言うのもちょっとあれだけどさ、まあ、もし1個出すとすればあってね、するんじゃない、出すとすれば、テキーラいらんねだから、テキーラいらんね、まあ誰に飲んでほしいかテキーラを、うん、テキーラ飲む？いるの？いる？寝起きから？俺も寝起きで。テキーラスタッフに言ったら出してくれるよ。いらないね。後で請求行くよ。あるけどさ。もう準備マジで始まった。嘘だ。ありますよみたいな。来たわ。スタッフさんから渡された。来てもてやんなんか。ちょい。いや誰に飲んでほしいかちょっと。うわ、3つも出てくることは、あ、1個大丈夫です、1個で、うわ、スタッフさん、うまいわ、マジか、やばいわ、うまいわ、ワンショット1万、どんだけ高いやん、このたくりか、それじゃあ、だって1個や、すぐじゃあ1個、とりあえずね、誰が飲むんですか、それアンケ、アンケするじゃん、アンケートしよう、アンケートで飲みたい、一番いい、じゃあ誰が、レオくん飲めって書いてあるんですよ、誰が、これ、飲んでほしいか、1人ね、でも、それ多分もう決まってるよ、でも言わないよ、さあ、アンケートの、本物って聞いてるんですけど、本物よ、じゃあ大丈夫、本物、偽物なわけ、うわガチじゃん、ほらほら、もうアンケートお願いします、ほらそう、スタッフがオラオラなんよ、だって1個でよかったのに3つも持ってくるもん、ショットグラス、まあ怖いからね、うちはオラオラだよ、うん、まあ、とりあえずレオくんのやつ答え出すなよ、もう早いよ、答え出すのが、もうこれはデーモンだからいいよ、アイくん飲もうか、だって俺飲めなんて一言も書いてないし、うん、でも瓶飲まなくていいと思うし、瓶だせんね、直瓶アンケートなのかな、まだかな、テキーラ直瓶、はい、アンケートが来るわ、いやーやっぱそうなると思ってたわ、アイコ同率なん、ここん、アイコ同率なん、多分それは、うん、仕組まれてる、でさ、おかげはあれさ、何おかめ姫？なんて？じゃ100じゃない？さ、100だよ。何を言ってる？もうそこでグイだよあなたは。何を言ってるあなたは。そこでグイだよ。そういう日もあるよね。さあ、心の準備はできましたか？ちょっとこぼした。うわ、ちょっとこぼした。うわ。はい。いくよ。いい。ビーキーキをや。あが。いや、グイグイ。グイグイ。グイグイよしこい。さすが。あー、まずいね、あ、ごめんごめんごめん、オラオラだよ俺も、ちょい残し、ちょい残し飲んでください、ちょい残し、さすが、もう一回アンケート取ってみよう、
今日は何のアンケート取るんよ次。それはね、八百長って言うんだよ、スペイン感的に。うまい。あー、お茶が美味しい、もうおっさんじゃん、もう。いやいや、わー、できろね、豊かな香りとコクのある旨味ね、ほら、見えないか綺麗に飲んだわ、綺麗に飲ました俺が。俺に飲ましてもメリットないからね、ほんまに。俺が綺麗に飲ました。何もいいことないよ、飲ましても。褒めて、もっと褒めて。大丈夫、ほんまに。褒めて、こいこいこい。何も来ないけどね、コメント。選ばれたら3つ飲む。こい、俺をもっと褒めて。デーモン飲ませたいか、もうそんな 100% 飲ませたいでしょ。終わったね。完全に終わってしょ、これ。そんなくらいで終わったよ、もう。え、テキデーモン、テキーラ、子供シロップって言ってたじゃん。まず、子供シロップって何？いや、待って。これはじゃあ、こうしよう。こうしよう。なんだろう。そうアイちゃんとデーモンがどっちが飲みたいか。どうぞ、どっちが来ないか、俺しか。どうせ来ないかもしんないけど、それはあかん、それはあかん。なんで？それはあかん、それはあかん。平等じゃない、入りました。ああ、ちょっと逃げて。じゃあ次この手だ、この手。いや違う、俺飲んだってつまんないじゃん。俺が飲んでもう。じゃあ次はベベが飲みましょう。ん？サイン飲んでほしくないの、あえて。いいよ。あ、じゃあ逆な、飲んでほしい人の逆をつかめばいいか。それ言ったら多分逆になるよ。あ、飲んでどうしかいいの。いや、両方行きましょう。じゃあ真ん中以外、1と3が飲めばいいけど、そしたら飲ましたくない人に飲ませればいいじゃん。あ、そうだね。ってことで両手で飲んだらダメってことだ、両手で。何この逆煽り。何この逆煽り。もう飲みようって言われてるよ。飲むよ。あ、いや逆にか、飲めよって言っちゃった。飲めよって書いてあったから、飲めよって言っちゃったよ。もう、コメントするタイミング。え、じゃあ、もし俺が飲んだら、いや、レオングイじゃ、ま、聞いて。なに、レオングイって何？レオングイ。なんだよ、俺って。じゃあ、俺が読んだら、コメントみんなでしたいんやって。髪染めたよ。いいから。じゃあこれだけ先食いわ。じゃあ俺飲みます。緑茶？いや、水です。これ水、水道水。ああ、ならいいや。ちょっと頑張って、面白くない、混ぜましょう。いやいや、バカ。そこにちょっとだけ。そこに、え、アンケートだろ。何のアンケート？これ何のアンケートだったっけ。前2回やったの、これ一緒のやつ。いつもにやるわ、こんなん。え、そう、ってことは1位と3位全員飲むことになるよ、1位と3位ってなったら。え、飲ませたくないでしょ。いや、俺以外ですよ。飲ませたくないことは。違う、みんな一緒飲む。あ、違う、デモ以外は俺と愛ちゃん一緒じゃん。俺も2位になってるから、この真ん中で、はい、1位と3位が。はい、1番、3番だから。うるさい、黙って3人で飲め。あれ、番号だ、愛ちゃん。いや、関係ないです。あ、そんな、アイちゃん、バップですか？それ、なんですか？いや、食べ物に逃げちゃダメです、ダメですよ。朝ごはんを今食べるんで。さあ、ガチじゃん。じゃあ、請求しよう。お店に請求しよう、テキーラ代。4000円くらい請求しよう。で、俺らのポケットマネーにしよう。でも、いや、もうゲームにしましょう。いっそ。この3人でゲーム、何ゲームで盛り上がると思う？じゃあ1位、2位、3位でちょっと量を分けよう。朝ごはんは元気ね。1位、2位、3位で分けよう。1位はこれ、2位はこれ、3位はこれ。わかる？1位の量これね、2位の量がこれね。ん？何をすんの？ゲーム。何ゲーム？31でしょ。2位とか3位なくね。じゃんけん。俺も思った。俺も、あ、じゃあ分かった。嘘でしょ。じゃんけんでミャンマーゲームしよう。あ、じゃあアブリカルビゲームしよう。順位決まらなくない？ん？え？アブリカルビ。バカでしょ。さあ、じゃんけんでいけます。なんかある順位決まるやつ。リンダリンダで決めよう。何リンダリンダ、なんだこれ。こっちが知りたいわ。本当だ。飲みたくないもの飲まされても、こっちが何だこれだ。飲ませようとしてるやつマジで。じゃあここは簡単に決めよう。時間もないから男気じゃんけんで決めよう。男気ですか？
うん、買ったものも、うん、買ったやつが選べるっていう。でもさ、おぎりこさんもこれしか選べんじゃん。いやいやいや、それは関係ない。そこは関係ない。そこは男気関係ない。じゃんけんじゃんけん。いくよ。うん、男気じゃんけんじゃんけんぽい。飲みたかったわ。飲みたかったわ。決めれるんすか。うん、決める。やっぱそうくるか。うわ、来たわー。あー、いただきます。男気じゃんけんじゃん。飲んでね。ちょっとやってしまった。あと4分で終わるよ。はい、飲んで。うい。さすがでーす。他に回るよ。決まるぞ。いくよ。せーの。3人で？違うよ、違う違う。両男の。男気じゃんけんじゃんけん、おい。じゃんけん、おい。飲みたかったわ。あ、そっちっすか。一番少ないやつで1分前だ、行くぜ、いただきます。じゃあデーモン最後だからもう乾杯しよう。結局飲むわし。そうだよ。じゃあみんな遊びに来てね、ハニソニー。絶対に飲むんだから、分かった。ゲイ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 、よしかい。お、なんかこのテキーラ薄い。薄くていいんだけど。え、そんな約束はしてない。あ、やば、弱くないし、何の何が弱いのか分かんないけど。30秒前。さあ、コメントあと50欲しい。みんな50頑張れ。50伸ばせ、頑張れ、いけ。じゃあカウントダウンでもすればいいよ、みんな。10秒前から。コンはざわ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 。頑張れ頑張れ。はい、10。いけいけ。出てない。ああ10、9。髪の打って。6、5、4、3、2、1、飲みに来い。そむいてビクビクしてて、つかめないような方、吐くいしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持って、女子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。